マージャンファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。司会実況の小笠原奈緒です。本日は第37期鳳凰戦 A2 リーグ第5節 B 卓の模様をお届けしてまいります。本日の解説は A1 リーグ瀬戸熊直樹が務めます。瀬戸熊プロ、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは早速本日の出場メンバーを紹介してまいりましょう。まずは1回戦ちいちゃからです。ちいちゃに座ったのはダンプ大橋、現在首位プラス 128.7 ポイント。続きましてはなんちゃ客の直樹、現在7位プラス 27.7 ポイント。そしてシャーチャです。藤島健次郎、現在2位プラス 64.6 ポイント。そしてペーチャ、ふもとゆきお、現在8位プラス 6.5 ポイント。1回戦目の抜け番は山田博之、現在13位マイナス 82.1 ポイントとなっております。ここで成績表をご覧ください。第5節 A 卓まで終えての成績です。黄色く光っているメンバー1位2位7位8位13位での対局となりますが、瀬戸熊プロ、本日の見どころありますでしょうか。そうですね、はい、まあ実力者3名が今高級ゾーンにいるんですよ ね、はい、すね、山田さん、大谷さん、二階堂さん、中盤戦になってきたんで、はい、この3人もね早く抜け出したいと思うんですし、うん、あと、毎年土俵際の魔術師と言われてるダンプが首位なんで、はい、どこまでポイントを伸ばせるかも見どころですね。見どころですね、はい、はい、ありがとうございます。それでは早速対局へと参りましょう。第37期鳳凰戦 A2 リーグ、それでは1回戦開始ください。本日の立ち合いはヒロ柴田が務めます。柴田プロの合図によって1回戦開始されました。改めましてちいちゃからダンプ、なんちゃに客の、シャーちゃに藤島、ペーちゃにふもとの並びです。なおルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。抜け番は山田、そして続きましてがふもと、客の、藤島、ダンプの並びで抜けてまいります。ドラが3ピン。さて徳川プロ、はい、本日も一日よろしくお願いします。はい、お願いします。昨日に引き続きの連投ということで、ね、毎月10人ぐらいで回してるんでね、はい、この日どうですかって打診があった時に、はい、8月まず OK 出して、はい、8月半ばに9月が来て、はい、スケジュール表見て空いてるわと思って OK ですって言って、うん、はい、2、3日前にうわ連投だって気がつきました。私も対局見たらあれ待って瀬戸川さん映ってると思って、そうだから分かってれば、はい、ちょっと1週間ぐらい空けてとか言えたんですけど、はいはい、まさかの、まさかの、でも昨日もね素敵な対局でしたからね、はい、内容のいい、そうですね、面白かったですね、はい、濃い、はい、今日も期待したいところですね、はい、客野さんがいいですね。流派があんこでちゃんたいいシャンテン、はい、早くもいいシャンテンが客野直樹です。藤島さんもいいシャンテンですか。シャーチャです。はい、ドラが3ピンで、ふもとの元にはドラは1枚、ダンプが親番ですが、うん、リャンシャンテン首位対2位ですもんね。はい、そこの戦いも面白いですね、はい、今日は藤島ピンクで固めております。ただ4節に内川さんが91浮いて3位まで上がったように、はい、まだ上下コンパクトなんでね、はい、うん、上も下も全員あるって感じですね。まだそうですね、はい、あと瀬戸駒さんに質問なんですけど、はい、第6節から抜け番っていうシステムは今、はい、下位から抜けてるじゃないですか、はい、ポイントの、そうですね、次は第6節からポイント上位が、そうですね、後半戦になるにつれて、はい、やっぱり最後卓に入ってた方がポイントが分かるんで、はい、上位の人が有利になるようですね。今は、上位の人が最後に抜けることによって、はい、まあ、成績いい人から早く帰れると、はいはいはい、そういう意味合いでそれも大事ですよ ね、 そうですね、はい、だから一番上にいれば4回連続で打てるんですね。はい、うん、先11節あります。さあドラ引き藤島、指し子があるんでちょっと難しいですね、悩みどころです。リャンパワーを崩すのかどうかですよね、これ難しいな。指し子諦めて、はい、そうですね、はい、まあ、ドラ1ですしね、はい、一番取りこぼしないのは、三度切りでしたけど、はい、ただ指し子が見えないで羽マンがちょっと見えづらくなりますね。はい、どうでしょう、次のツモ次第、数層引いたらね、はい、うわとかなりそうなりますね、はい、瀬戸熊さんはちなみに、まあ僕もまあ返しのトンパツなんで、はいはい、しかもトータルポイント2位なんで三層切ると思いますね、はい、数層引かずにね、はい、テンパや上がりに結びつきたい、まあ、3ピンとか引ければ大正解ですね。ああ、そうですね、はい、ドラ引きは3ピン引いた場合はナイス三層切りになりますけど、はい、
まあ、数ピン引きでもリーチの判断になりますかね。お、泣いた。泣いて何ターン機に持っていったのは客のです、はい、リーソ3枚目でしたね。ああ、ちゃんと薬杯です。これこれですね。これは最高。しかも血が入ってのドラ重なりでの、はい、リャンパマです。これは三蔵斬りがすごい優秀な、はい、生きてきました、はい、キリになりましたね。リーチドラドラ藤島です。現在2人転敗。客野さんどこまで押せますかね。そうですね。浅瀬にいるんで、あ、何持ってる馬田さんが。危ない。でも切らない現物から。でもなんて結局はどうなんでしょう。あ、これあ、いった。わー、押してる。逆のも勝負にまだ行っています、はい、あ、これ危ないな、うん、これはもう切るでしょ。天敗ですからね。ロピンあんこにしてふもとが難を打ち出しました。逆のの上がりとなりました。薬杯ちゃんた2600の出上がりです。もう逆のもねよく数層行きましたね。そうですね、はい、あの結局数層短期にしちゃうと折りになっちゃうと思うんで、はい、まあ頑張れるとこまで何短期ってことですね。うん、押し切っての出上がりとなりました。藤島にとってはちょっと悔しい一局ではありましたが、と2局ドラが3ピン客のの矢番です。一上がり決めて迎える矢番はどうでしょうか。シャーガンコーメンツは一メンツ、ドラは1枚です。藤島またもやドラドラチューンも重ねています。そうですね、藤島さんは意外と仕掛けていくんで、はい、こういうのは積極的に動いていくと思いますね、はい、そうですね。ふもとも、ちょっと高打点が見えるような手でした。こちらが、おー、おー、地風の難が下がり、そうですね、本一まで見えてきましたね。ありますね、ベンズの本一、はい、ランプは単矢桶系でしょうか。トンチュンはまだ手の内に。ふもとさんもいいですね。はい、形はいい。ふもと親番が客の、これで2面つです。あ、難しい選択です。はい、ほうほう、イーソーは2枚切れなんでイースーを嫌ってきましたね。はい、うん、これも面白い選択ですね。面白いですね、今もね。まあ、ドラ受けを残したってことね。はい、二刺しにはちょっとなりづらいんですかね。そう、二刺しはもう難しいんで見切りましたね、はい、この形です、はい、このターツ落としは立ちは気になりますよね。イーソン2枚切れだからといって、はい、そうですね、3枚切れてるとまだは分かるんですけど、はい、スピード感は感じますね。うん、これを見て対応を入れる選手もいるでしょうか。両面ターツができた客の、ランプはマンズ見てますね。はい、はい、マンズの本一鎮一。さあ客のもいいシャンテンになりました。おー、あらららら、これどうします。何でもドラドラですもんね。はい、まあ本一つけると羽マンクラスになりますけどね、はい、どうしましょうね。うヤンピンとかが地位しそうですよね。ここで分岐点どうするのかな。親のトンのポン、うん、親のトンをポンしていきます、はい、ヤンピンが2枚切れなんで一応1ピン切って様子見ですね。はい、このあとまだピンズの本一の移行も、はい、コンポスト引き入れました。ドラ短期ドラは残り1枚ありますね。藤島に来れば使えるし、はい、なかなか藤島さんがこれどこまであの形で頑張るかですね、はい、ダンプさんも整ってきた。マンズが染まってきています、はい、1枚だけ客のの待ち、まあ、圧倒的に打点に寄せたまで、ああ、なくなった、なくなっちゃいました。ふもとさんでもよく換算品残してた。そうですね、うん、勝負どこです。もとも手形的に戦いたい形。ただ藤島さんも3品がなくなったので厳しくなりましたね。ああ、これどうするかな。強くいきたいのはローピン、スーピン、もしくはローワン、チーワンですけど、はい、ちょっと安全めにいくならチュンチュンですね。安全に、はい、ここはチュンチュンを選択。打点は確保してるんでね。はい、ヤクヤクドラドラですね、
あとは上茶リーチなんで、うん、まあ出れば泣けるってことですね、はい、止められることはないんで。さあ仕掛けを入れたのはダンプです、はい、まだイーシャンテン、ふもとがテンパ入れています。あ、そのまま入ってた6級層入ってた。あ、引いた引いた、一番いいの引いた。ウッパーマン待ち。いや、ふもともテンパですよ。6級層はリーチ、はい、うわ、ぶつかった。ちょっと薄めですけどね。客野さん大ピンチですね。上がり牌がない。3ピンはもうありません。逆ののリーチ、それに対して押し返しが、周りが強いウッパーマン、うん、現物、はい、いきますね、はい、ただちょっとダンプさんが嫌ですね、はい、ダンプはマンズの鎮痛。熊本さんには無筋だったんだ。ただ、あ、中筋でした。怖い、怖いですね。いや、勝負どこ来ましたよ、トーニー局これね、うん、親だからっていうんでリーチ行ってると、はい、結構やっぱり子供手入ってる時押し返しきますよね、はい、一番嫌なパターンですね。でも結構リーチ打っちゃいますよね、まあ、なんかね、打っちゃいますよね。あー、ローソー、これ止められないかな。リーチは本当に宝珠ですよ。うん、うーん、打ち出した藤島です。元の上がりとなりました。リーチ単葉ピーフイーペーコードライチ8000点の上がりとなりました。ふもとです。宝珠は藤島。そうですね、藤島さんもあの形になっちゃうと降りれないですね、はい、そうですね、はい、さあ藤島親番を迎えます。前回の第5節ね、A 卓では、はい、古橋さんがグリーンを意識して緑ゾーンを意識して、うん、全部一色にしてきたんですよね。あ、緑に来てましたね、はい、なんかね、はい、藤島さんはピンク、ね、一色でね、はい、求めてきましたね今日。どういう思いなんでしょうか。まあ、もうそんなところ関係ないって感じで。でしょうね。さあ、トン3局です。逆のが一メンツ、藤島はシャー、リュウハが統一、一メンツができたところです。ピンズは見ません。二メンツできているのはふもと。ドラはチーマン。チーマンまだ残り山に3枚、うん、2万点の親番です。さあこれで、ね、はい、はい、いいシャンテン。これはちょっと流派ポンになるかもしれないですね、うん、頑張ってもそんな高くならないんで、はい、ピンフイーペーコーとかですか、はい、高くなったとしても、うん、そうですね、うん、おお、カンチーマ引き入れたのは客のです。あ、これでまあ早い段階で藤島さんとしてはローワンとか引きたいですよね。はい、この現状でも流派が出たらポンですかね。そうですね、ポンしてダッチ版になると思うんですよね。はい、ドラのチーマンですが、うん、リュウハはダンプの元に1枚あります。もう右にセットされておりますが、出てきましたリュウハです。もう泣き折れて上がってってことでしょうね。はい、リアンソンテンパイを取った藤島親番、はい、1500のテンパイ出ちゃいましたね、うん、出ちゃいましたね。リアンソン宝珠ダンプです。藤島の上がり1500、軽やかに上がって親番連チャン、うん、まあ、一回繋いだってことですね。はい、一本場です。ドラがスーピン、お、結構いいんじゃないですか。ちょんちょんで、うん、一メンツはあります、はい、あ、ここはいい、いいですね。2メンツできてる、はい、あらら、こっちも、はい、たくのはメンツなし、ゼロメンツ、はい、ドラ受けはあります。ドラが山に4枚、あらららら、スーピンがドラ、ピンズが伸びるふもと。そうですね、ふもとさんはまだ準備早いんで、どんどん悪いとこから崩して、はい、同世代ですか全員。あ、世代ですか、はい、客野さんは
34歳になったばっかりですか、はいはい、で藤島さんが1977年、43、ダンプさん1982年、38、うん、藤島さんとヒロさん、今抜けている山田プロが同世代ですね、はい、同い年ですね。ふもとプロが1978年となっております。まあ結構近いですか ね、年齢的には。まあキャリアもみんな長いですよね、はい、まあ、いいと聞きましたね、ふもとさん、うん、ロウソウ引きです。イーシャンテンのふもと、先客のも全身リャンシャンテン両面が3つ、イーシャンテンのダンプ、はい、スースを引ければって感じですね、はい、ドラドラ、まあ、このペン感じはしょうがないですね、はい、どうでしょう、スースはチーですかね、誰ですか、あダンプですか、ですそうですね、はい、まあ、チーが自然ですけどね、うんうん、ドラドラなんやお、まだそんなにマンガン作りいく理由があんまりないですね、テンパイと、はい、天敗です、はい、関数ピンは役割で闇手に構えます、ドラマシとなっている、ドラ残り山には1枚、ふもとの天敗中、親番は藤島です。待ち替えもできますがせず、変則三面茶にもできました、パースはすでに1枚入れ、ダブトンを重ねます、切れたばかりのトン、そうですね、うん、誰も持ってないですね、はい、ただトン泣いても、はい、うん、まだそうですね、周りの方が早かったですね、そうですね、逆のからのリーチ、はい、リーチタンヤオドラウッパーマン、あらららら、キャッチ、トントンに行きますか、まあ、一番安全なトントンですけどね、はい、9層も結構通りそうでしたからね、30名のパス層が、はい、あ、詰まった、ほほほほ、スッピーのつま上がりとなったのはふもとです。リーボーが出てからのつま上がり、タイヤをつもドラ1200です。1100、2100、ラッキーポイントがついて、はい、これは嬉しい、はい、そして迎える親番です。一番嬉しいタイミングですね、はい、リーチ入って、うわ形悪くてどうすかなーっていう時に、おーみたいなラッキーあの形は結構行きづらいですよね、行きづらいですよね、まあ多少頑張るんでしょうけどね、はい、うん、裏がリアンソーです。一目ずつ完成しているふもと、シャーを重ねたダンプはなんちゃ、一目ずつあります。逆のはチューンが統一、まずの本一まであるか、藤島も1メンツ2メンツできていました、うん、ドラドラ、うん、どういった最終形を目指すんでしょうか、そうですね、難しいですね、今、はい、ペンサーマン嫌うもあるんですけど、うん、うん、ペンサーマン嫌うとどういった手形になってくるでしょうか、あ、はい、形良くしたいってことですね、うん、ただパーピンはこれ飛車地があるんで、はい、ちょっと切れないですし、はい、うん、ここでパーピン3色諦めていきます、はい、山で考える藤島ですが、つもぎりピンズの一通が見えています。マンズが安いんで、ダンプさんペン3はよしと見ましたかね、じゃあ何でもソクリーの構えですかね、はい、ただ換算はなったんで、今度は、はい、リーチ打たない可能性もありますね、両面の変化があるからってことですか、うん、はい、まあ、ペンちゃんは、はい、両面に行って代わりで両面になる可能性がないことで、はい、カンちゃんだと必ず行って代わりで両面になるんで、はい、カンちゃんの場合はちょっと打たない時も多いですね、うーん、夜中ドラドラで、はい、
上がれない形じゃないですか、今役がなくて、はい、そういう時上がり逃したらとか思っちゃって、すぐに私はリーチ打っちゃうんですけど、まあただね、はい、あのリーチ行ったら大体出ないですからね。そうですよね。しかもこっちがドラドラで言ってたら、相手はそんなに来る範囲ではないの ないですね、はい、もうね、劉邦国会で3分切っているんですよね、うん、もうマンズの形を決めています。ふもともラーメンラーメンのイーシャンテン、はい、追いついてきましたね。はい、ダンプもイーシャンテンで、おお、客のもイーシャンテンになっています。おお、容赦がイーシャンテンになっています。誰がまずはテンパイ入るでしょうか。10番です。客のは動きも入れられる形、藤島ピンフケのイーシャンテン、ふもとが親番ドラ1のピンフケのイシャンテン。来た。来ましたよ。カン3枚入れてのリーチ。ロッキューソーです。感覚バッチリですね。はい、ロッキューソーも結構ありますね。はい、枚数的にも。藤島さんちょっと危ないですね。危ないですね。ダイヤを系見て。どうだ？リーチドラドラツモ。一発つもですが、一発はこのルールつきません。リーチつもドラドラ23,900のつも上がりとなりました。ダンプです。ドラドラ乗ってそうな感じですね。今のね、カンちゃん引き入れてきましたね。一発つも強しダンプ。さあ1回戦は何入です。ドラが3層、たくまさんが解説の時ってダンプさん結構調子良くないですか。はい、ダンプですか、はい、どうですかね。粘ってる印象ありますけどね。なんでなんですかね。見てほしいんですかね。わかんないですけど。前回も結構前回は耐えたって書いてありましたね、はい、自分のツイッターで、うん、マイナスちょっとに抑えてね、うん、終わりましたから、トントンシャーシャー、あれ、ああ、ペヨンチュンじゃなくてと、はい、はい、珍しいスーフレンダです。スーフレンダ、はい、はい、4社の手配が映っています。はい、まあ大体シャージュとペーチャーは悪いから合わせた感じですね。はい、客の方が痛いか、ちょっと痛いですね。ちょっとな、でも合わせなかったら無理ですもんね。なんちゃは合わせちゃうんですよね。シャージュは選択するでしょうけど、一応、はい、うん、のはちょっと痛かった内局でした。はい、そして一本目に公式ルールは途中流とかありますからね。はい、九死九敗、はい、スーフシレンダ、だ、4人リーチ、4人リーチも、はい、ドラがシャーとなりました。だから意外とちょっと気をつけなきゃいけないのが、はい、自分の手配がいい時の親番とかね、はい、うん、一応1打目ね、うん、ちょっと念のためこっち切っとくかってのありますよね。あと自分が3軒目リーチの時、おー、うん、3軒目リーチの時に、はい、あの気をつけないと、はい、4リーで流されることあるんで。確かにあんまり考えたことなかったです、はい、それ考えといたから、それ結構、おー、そうですね、うん、本当に自信あって勝負手だったら、はい、まあ、リーチして打点上げたいんですけど、はい、やる点にするとかね。あーそうですね、はい、流されちゃったらもうね、うん、この間の十段戦でも4人リーチ流れてましたね。あ、だだだだ、はい、大事ですね、そういうところに。さあ、リューハが統一、メンツありません。元はトンが統一ですが、難入中。ダンプが1メンツ、ドラは1枚です。うん、客の当て形またいいですか。そうですね。うん、たださっきのが本人はやりたかったでしょうね。はい。はい、ダンプ難本一でしたから、そうですね。うまくいっても。おしゃれに両面決めてチーマンとか一回切っとけばね、うん、いけますけどね。なかなかスーフレンダーってないですもんね。そんなスーフレンダーね、うん、そうですね。あとは、はい、シャーチャーの時に、はいはい、自分がシャーチャーで今みたいにペーペーってきて、はい、すっごいいい時に、う
根性でペイ切る。いやーできないです。違うの切ると違うの切って次で手出しでペイって切ると、はい、うわこいついいなって思われるから、ね、わざと合わせることによって僕手悪いですっていうアピールを。そこ勝負どころになっちゃいますけど。でもそれでなんか流局しちゃった時にもひとたまりもないというか。そうそう。瀬戸君さん、そういうのやったことあるんですか？いや、はい、僕は一応やっぱ念のため、はい、いい時は違うの切りますよね。そうですよね、はい、技の一つでね、ありますよね、そういうのも。でもいい時は大体次に手出しでペイしなきゃいけなくなってるんで、はい、大体バレますよ、はい、お前いいなみたいな。リアルシャンテンです、スタンプ。逆のリアルシャンテン。さあ藤島がこれで天敗ですが、虎を打ち出す構えになるので、ここは天敗虎での三層切りとしました。三層というのは数層来ても、まあ、天敗取りませんよと。熊田さんですね。あ、藤島ですね、はい、そうですね、うん、うん、あのまあシャドラなんでね、はい、シャタン狙ってますよね、うんうん。じゃあ残り山に1枚です、うん、おーおーおー、天敗です。スッチスの天敗は逆のタンヤオピンフ。あ、リーチしなかったね、はい、うん、一手代わりイーペイコーがありますが、ゴロチ変化がちょっと厳しいですか。お、出上がりとなりました。闇天になったことでの出上がり、うん、逆の上がりです。タンヤオピンフ2000点、藤島の宝珠。リーチ売ってればね、あんまり出ないような。まあそうですね。まあ子供の単品とかちょっと難しいですね。ピンクドラ1とかね、はいはい、意見分かれるとか状況分かれることありますけどね。1326にしたいんですけど、はい、まあ今みたいに2パイドラの時はちょっとね、様子見で闇手にすることも多いですよね。 あれがじゃあ見えてたりするとリーチ打ちやすいんですね。あれでシャアが2枚ぐらい切れてると、はい、結構自分も打点的に、うん、あの損得ないんで、はい、リーチって言いやすいんですけど、確かに客野さんはその周りの動向も見ながら、うん、そうですね、行く行かない、結構安全なところで戦っていく感じのタイプですね。そうですね。メンツはまだない親番客の藤島もゼロメンツとなっています。チュンチュンドラが統一はふもとです。お、ジートイツのもういいシャンテン、イーピン、リューハー、パーピン。今回の勝負手はふもとです。藤島が一メンツ、こちらですね。ちょっと捨て牌が派手になってきましたね、はい、パーソーローマンウーマンとなっています、はい。チューチャンパイばかり。ダンプもタンヤオケ。客野さん、ようやく一メンツ。ここでイソギリとしました。イソが場に一紛れ。ソードの1-2は意識してますね。おたちが少し良くなるダンプ、こちらですね。ソードの1、来ないですね。はい、あと一歩なんですけどね。手配がすごすぎてちょっとリーチはいけなくなっちゃいましたね。そうですね、むしろチューチャンパイとかならね、はい、行きやすいですかね。残すかと、今んとこふもとも泣きはなさそうですかね。泣かないと思いますね、はい、うん、泣いたところであの捨て牌だと2枚目ポン動かしてくれないんで、うんうん、はい、ポンしてシャンテン数下がりますからね。ちょっとそれは嫌ですね。嫌ですね、はい。しかもまああそこから動き出すとほぼトイトイとか、はい、うん、
チャンタとか、はい、まあ、ドラとか絡んでるでしょってことになるんで、うん、注目引きたくないですよね。おスワンコじゃないですか。今日は午前のねフォーカス M でスワンコ、うん、あ、前原さんね、はい、出てました。放送がないんだ。あらららら、放送なくともまだスワンコの可能性は。ウーピンとスーマンはいますね。はい、スーマン1枚、ウーピン2枚。ダンプがスーワンコのイーシャンテンまで伸びています。単野系なんですが、ドラが邪魔な藤島、先ほどもありましたシャーガドラ、どうでしょう、パーソ切り。シャーは紡ぎていきます。安全牌を抱えるダンプ。チュンチャンパイ3つなんでポンしそうですけどね。スーマン、ウーピン、ローソーです。藤島さんのローソーが出なくなった。はい、スーワンどうするかな。動かない、動きませんでした。1枚目動かなかった。へえ、狙ってますね。うわあ、すごいですねこれ、素晴らしい。リーチかな、リーチですね。リーチ打ってかっこいい、ここまでめちゃくちゃかっこいいダンプです。リーチ対応、トイトイ3アンコを積もれば8000、1万6000、100万ですが、今日は数アンコ出てますからね、午前中、はい、出てましたね、はい、同じ席だったんですね。同じ席、はい、すぐ積もりしたよね、あれ席理論ここでどうでしょうか。あーい、1枚いるよね。はい、います。論争はないけど数万がありますね。どう思います、瀬戸熊さん。ん、いや、わかんないね。スーマン泣かずの。ただね、最近のダンプちょっと調子いいんですよね、はい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 、なんか2年前ぐらいからちょろちょろタイトル取り出して、ちょろちょろちょっとね、あの充実してんなって感じになってるからね、はい、うわ、あ、今似てた。いやいやいや、ちょっと似てた。 A2 ね、まだ100万出てませんから、はい、A1 も出てないですよね。あ、そうですね、はいはい、初の A リーグ100万ダンプ出せるでしょうか。実況として言いたいですね。なんて言いましょう。まだ考えてなかった。前任者はすごいいっぱい考えてました。役満の時。桜色のチューンでしたね。今回はあるのは数万だけです。さあ残り1枚です。ああなくなっちゃった。セーバーは十分ありました。C1 個入ってればですね。誰かが悪魔の地位を入れてくれていれば。来た、いや、テンパ、はい、うん、ロー短期ですか。サブローソーにするか、チュン短期にするか、はい、ローソー切るってこともあるのか。ローソーは補充になってしまいますね。ーローソーありますね。うわ、3層。そうですね、やっぱりイーペーコにしとかないとリーチ打たなきゃいけないんで、あ、そこで助かりましたね。あれ、イーペコないと多分セオリーで。ローソーになっちゃいますね。ローソーになる可能性高いですね。2枚持ちだし。さあ、藤島もテンパイ中、準短期です。準1枚。残ってます。はい。今度ダンプピンチ。あ、危ない。まだね、1回ずつありますよ。藤島さん上がりたいですね、展望的に。はい。ダンプ、大丈夫。あかん。掘り出しちゃうかも。どうしよう。そこにあるのは、うわあ、これ桜色のチューン。掘り出してしまいました。あーちゃー、藤島の上がりとなります。よくあるね、これね。リンシャンで積もることもあるけど、リンシャンでなんかよくね、ありますね。イーペーコードラドラ5200の宝珠に回ってしまいました。あれね、スワンコじゃなかったら感じしないとかもあるんですけど、しないっすよ。そうですね、うん、ちょっとあるんですよね。なんかリンシャンってやっぱいろいろ起きちゃうんだよね、はい、相手とかね、はい、でもあそこ眠ってることもね。そう、うん、あ、悔しいな。藤島にとってはね、あれ、イーペーコがあったから宝珠に回らずに、はい、うん、上がりまで結びつきました。そして迎える親番です。難がドイツダンプです。白がドイツは逆の、トーンがドイツ親番藤島。つまりスーワンコだったら1回でもね、はい、積も増やしたいですよね、はい、
当然のように。はい。あ、もう怒ってますね。ではそのポン。何の後付けでしょうか。さあ藤島も負けてられません。トンのポンイーシャンテン。ダンプもイーシャンテンです。さあこれは何を切るか。スーピンつもぎり。トンを泣いている親番藤島、リアンスオープンをしているダンプがいます。天敗ドラドラ、おトンドラドラ、どうですか。ありますね、ニヤマです。ロスはもちもちとなっています。不思議とね、一つの上がりがきっかけになったりするからね、はいはい、怖いですね、麻雀は。怖いですよ。昨日もね、死神が5000点から5000点から終わってみたら5万5000点あれすごかったですね。すごかったですね、うん、私はあの数層切りがすごいやと思う。あ、確かにね、はい、あとリャンペコ取らないと思う。あ、そうですね、リャンペすぐリャンペコ取っちゃいます。あれね、場の状況、はい、サブロワン絶好だったからね、はい、絶対リャンペコ取りそうだけど、もしかも両面で、あの未来にトンがあるんですね。勝俣さんすごい後悔してました、あの曲。あ、そうなんですか。馬ぶってスーピンなかったんですよね、スーピンがね。勝俣さん自分の馬ぶりを呪ってましたよ。あんなのスーピンで打つやついないでしょとか言って、まあ狙いはわかるけど、リャンピンとスーピンは同条件と思ったんですって、はい、ただスーピン切りにしちゃうと、はい、チーピン1枚押されて上がられたり、はい、そういう紛れをなくすためにリャンピン、あのスーピン待ちにしたって言ってましたね。お、うん、まあさすがの理論でしたけど、結果的にはまあ結果的にはリャンピンは上がってさあ、で面白かったのは、はい、ゆうこさんがその後の回戦で、はい、タンヤをドラさんだったんですよね、はい、パーピンがドラで、はい、で両面のイスワンのスーワンチーから入ってるんで、はい、もうちょっと怪しい仕掛けで、うん、勝俣さんがドラのパーピン切ったとこがあったんですね、はい、あ、それでなんであれパーピン切ったのって言ったら、はい、気になりました。シャンポンの牌が全部否定できたんですって。へえ。全否定だからパーピンはアンコの可能性が高いから打ちましたすごい打てない。そうそう打てないです。それもすごいけど、よく打てたねみたいな。その後久田さんが打っちゃったんでしたっけ。そうですね、同時に待っちゃったんでしたっけ、はい、ローワンですね。勝俣さんのパーピン打ちで誘導された感じだったんで、ね、そっか、その一連があるんですね。そう、あるんですよ。なんかちょっとはめられた感もありますね。そうあったんですけどへえと思って、面白い。あ、そうなんですね。そんなシャンポンの片割れ全部考える人いるのかみたいなね、はい、瀬戸熊さんが2連続で解説に来てくださったことによってこの話もまた聞けるというね。で昨日終わって、はい、なんだあの5回戦有効さんとね、はい、あやってたんですよ、はい。で最初はみんないたんですよ、はい、あの久藤もいたし勝俣もいたし、はい、あの菊古橋もいたし、でもでだんだん話が長くなってきて最後僕と優子さんだけになっちゃってめっちゃ長い5回戦でした。結構昨日長い対局でしたけどね。長い対局で5回戦長くて、あ、なん積もりましたよ。ダンプが何だけで上がれる形で積も上がりとなりました。400、700です。はい、それで、話が一区切りついたんで、はい、あ、じゃあ先生お疲れ様でしたって言って、うんうん、僕も帰ろうとしたら、はい、それとも俺お前の帰る方向に車止めてるんだって言ってまだ話足りねえよ。それで、まあ、今度駐車場まで行こうとしたんですよ、はいはい、そしたら雨降ってたんですよ。あ、そうですね。で僕折りたたみの傘持ってたんで、はいはい、あの、ゆうこさん傘ありますって言われて、はい、ないから1本借りてきてくれって言われて、はい、借りてきなって、はい、でビニールでちょっとボロい傘だった、はい、そしたらあの駐車場ついたんですよ、はい、そしたらこれお前が処分してくれって言われてその傘を僕に渡したけど僕傘持ってるから2本立てになった。いや車入れて持って帰ってよとか言いたいあなたは持って帰っていただけると一番、まあ、そういうエピソードがありましたお疲れ様でしたいやでも本当に昨日はかっこよかったですね。まあそうですね。で実は、はい、ゆうこさんがあのすごいトップ取った時に、はい、
ゆうこさん50いたら、はい、ちょろっと5回戦やるってスタッフと話してたんですよ。そうなんですか。1人だけ、全員はできないけど、はい、まあ、ちょっとスタジオで確かに1人ならば言ってて、でもその次にラス引いたんですよね、はい、それで結局なしになっちゃって、はい、でも俺ぼやかないとやっぱ次エンジンかかんないんだよなっていや実はやろうとしてたんですよとか言ったらめちゃくちゃ落ち込んでた、はい、あ、そうだ、頑張ればよかったみたいに言ってました。みんなね5回戦早く見たいですよね、はい、エアテハイの進行もう藤島宇都風呂でいいシャンテン、うん、本日役杯です。はい、タイトルに戻らないとね。そうそうそう、はい、ありがとうございますはい、みんな聞きたかったと、まあ、はい、しっかり5回戦がありましたってことを報告しておきます。はい、はい、ご報告いたします。今日は最後ね、客野さんの託そうもあると思います。先輩がね、はい、はい、まあそろそろね5回戦できるようになるといいですけどね、はい、やりたいですね、はい、うん、いつ頃ですかね。まあそうですね、うん、まあ来年の来年にはやりたいですね、はい、まあ、今年いっぱいちょっと厳しいですかね、うんうん、スタメンズできているダンプです。申し掛けがね、流派シャーと藤島が泣いています。捨て牌はソーズの本一が濃厚かなといったところ、ドラ色のソーズ、皆さんね、ドラが一枚も見えてないんですね。うん、そうですね、ちょっと行きづらいですね。はい、タンプさん、チートイズブクミ。はい。藤島さんは満眼でも浮かないのかな。216オーラス、うん。ちょっと足りないですね。はい、ただ藤島さんに積もられると客のさんとダンプさんは、あ、おお、ドラ引いた。パンチ思想の天牌です。役牌本日ドラ1。藤島が現在天牌、地層山3枚です。ドラ引き三層す地層の天牌です。これ三層だと羽根マンですよ。おお、羽根マンだと綺麗に浮くんですねそうですね、はい、トップまで行く、トップだ、一人行き、あ、じゃないか、一人行きじゃない、トップだですね、大逆転トップですね、三層まだこれは当たり、はい、本さんはもう行かない、はい、もうやめてる、さあ、そう、まだ2枚残ってる、あー、これで1枚、数層ない、シーソーが2枚、はい、シーソー2、あと山に3枚です。3枚もいるんだ、残ってますね。ハネマン3枚いれば十分、大きいです。あー、でもハネマンじゃない方もあるのか、はい、もう何しろ上がりたいですね。まあそうですね、ウーソーローソーとか引いちゃうとトイトイまでありますけど、どうですか。いやー、さすがに、はい、どうでしょう。三蔵はほぼ出ることないんでね、はい、まあ、色素も似たようなもんですけど、まあ、そこはもう勘ですよね。うーん、どうでしょうか。あの、どっちも山にいる場合ってもう勘ですよね、はい、2枚とか3枚とかの争いだったら1枚2枚とかも。現在は変則3面ちゃん、もう指運とかも言ってもいいですよね。はい、うん、テンパイです。サブロマンピンフ頑張った、うわ、来ちゃった、悩ましいな、指運、まあ枚数は減ってないはい、ウーソーがない分そうです、ね、よかったって感じです、ね、ただ三蔵引いた時はね、でもそれでもトップですからねはい、ダンプが悩んでおります。白がションパイですね。ローピン、藤島の現物です。あー、これいけないですよね。イマインマンで粘りますか。だってあの2枚目か、シャンポンの否定できないですよね。ワンチャンス、うん、これ無理でしょ。逆のダンプは浮き沈みがあります。まだあるんですよね、はい、あ、そうか、ダンプさん脳天もダメなのか、沈んでしまいます。客のさんも、あ、じゃあ客のさんもう一回テンパイ狙いたいですね。はい、
今運を切って、うん、あーちょっと厳しいな、きついちょっと厳しい、ソーズ2枚は無理、はい、ふもとさんじゃあラッキーじゃないですか、流局したら。あ、そうですね、一人ゆき、はい、牛島にとっても一人沈みを免れます。うぴやんこかい、あーダンプさんもチートイズね、割りたいですよね、はい、残りつもあと、あ、0回、うん、あ、ゼロなんですね、はい、もつもは残っていません、リャンピになるかな、あ、パーソンも現物は現物、あ、地位されない範囲も考えてるんですね、要はお、うん、客の2ですか、客の3が地位、それで数ピンチョイスしたんですね、はい、だけどまあ念のためリャンピにしたと、うわ勝負すれば、6キュストを勝負すれば天敗です、さすがにいけないですね、そして、あー、チーソーだ、チーソーのつも上がりです、藤島、ウーソー選ばず、この変則三面ちゃん上がりともなりました、薬杯本一ドラドラで2戦4戦のつも上がり、さあ1回戦が終了となりました、トップからふもと、2着に藤島、3着に逆の4着ダンプの並びで終了となりました1回戦です、あ、ごめんなさい、3着がダンプ、4着が客の並びで1回戦が終了です、失礼いたしました、続きましては2回戦です、